世界をかけた激戦の果てに、君たちは精霊たちを退けることができた。力なく落ちるぬいぐるみ姿の精霊をラティがそっと受け止める。同胞のためにすべてを出し尽くした優しき精霊の王。疲弊した彼はラティの腕の中で小さくうなっている。精霊たちとの戦場から戻った君たちは、至る所に心の傷がついた世界の変貌に絶句する。ラックが弱々しい声でラティの心の世界の実情を語り始める。先の戦いの影響でラティの心には世界を覆うほどに多くの心の傷がついてしまった。ここまで心が傷ついてしまったとすると、現実世界のラティにどんな影響が出るかもわからないと。直す方法は一つ。言葉を紡ごうとしたラックは咳込んでしまう。今まで心の傷を治してきた方法、君は巫女の器を使えばいいんだなとラックに問う。ラックはうなずき、君の考えに少しだけ補足を加えた。心の傷を癒すのは、巫女が生を送る中で器に溜まってゆく思い出の光。ラティの巫女の器にも、君たちとの冒険の中で手にしてきたたくさんの思い出が溜まっているはずだ。島々を巡って出会い、喜びや困難を共にした巫女や従者たちとの友情の思い出。ラティを心から思い、不器用にも守り抜こうとした両親の家族愛の思い出。そして旅の中でお互いを支え合い、次第に心を寄せ合った君との恋の思い出。友情、家族愛、恋、強い輝きを放つ3つの思い出のうち、2つを消費することでラティの心を治すことができる。ラティへと委ねられた旅の思い出を消すという残酷な選択。心を治す方法が他にないのかとラックに問うが、彼はうつむいたままだ。ラティを思いとどまらせるために、君は彼女の手を掴もうとするが、まるで金縛りにあったように体が動かない。ラティの心が止められることを望んでいないのか。ラティの瞳には強い決意が灯っている。君は胸が張り裂ける思いでラティの意志を尊重した。ラティは、あなたのそういう優しさが好きと言いたげに淡く微笑んだ。準備ができたら祭壇へおいでと言って、ラックはふわふわと飛んでいく。重大な決意をしたラティ、今は彼女を移動させて導いてあげよう。フィーラは寂しそうな目をしながらラティへ抱きつく。ハイドはうつむいている。
ルビアとラティがグータッチする様子をグラジオが黙って見守っている。涙するクイーナはラティの顔を直視できない。ブライトはラティの目を見据えてうなずいた。何かを犠牲にする決断が気に食わないのか、ランカがそっぽを向く。クリムが慌ててラティへ謝る。ラティを抱き寄せ、3人の家族はしばらく身を寄せ合っていた。君は無言でラティの頭をわしゃわしゃと撫でた。彼女は強く目をつむりながら少しだけ笑った。祭壇の上に浮かぶラックが、決心は固まったとラティに問う。ラティはうなずき、自身の心の傷を治すと伝える。それは終わりの島を救う巫女の儀式のため、そして精霊を救うために、自身の心に彼らを住まわせてもいいと彼女は覚悟を語った。思いもよらない申し出にラックは戸惑っている。心に精霊を宿す器となれば、生も死もなく永遠の時を過ごすことになる。それを自ら望むのかと。だがラティは巫女として生まれた時点で無縁だと思っていた。愛を知ることができて十分だという。彼女は見守る一同へと寂しげな瞳を向けた。ラティの巫女の器で輝く友情、家族愛、恋という愛の思い出。ラティの心を治すために3つの愛の思い出から捧げる2つを選ぼう。厳しかった父、微笑みを絶やさなかった母が涙ぐんでいる。だがラティは知っていた。それが別れの辛さではなく、娘の力になれる喜びの涙であること。ラティがお別れを告げようとすると、遮るように君はラティの額に口づけをした。わずかな無言の時間で、二人はお互いの気持ちを痛いほどに分かち合った。二つの愛の思い出を込めたラティの器が輝きを増していく。ラティは祭壇へと上がり、器へ祈りを捧げるように天へと掲げた。心の世界の中心にそびえ立つ巨大な塔、その頂上から神々しいまでの光があふれ出る。
それは海に惑う人々を救う灯台の光のように世界の隅々を照らしていく。巫女になることを望んだ少女の巫女の儀式。終わりの島と精霊を救うために彼女は眠りにつく。その心に友情に満ちた思い出を抱きながら、終焉を乗り越えた島で永遠に。His bloody self is no hair for hand to this. A glow will shed a lure in this anywhere. His hostess will, you know he collects your tears. Heavenly smell, only queen, no hell fits. Joanne is silent. Lions, lingerie's well, in a sequelly honesty and Here's out his will. You know we'll collect your days. If all is well, only queen or end of it. Joanne is silent.
そして時は経ち、美しい海と風に包まれた始まりの島、終焉を逃れた島はいつからかそう呼ばれていた。青々と茂った草むらを音を立てないよう慎重に歩く少年がいる。木の棒を握る彼の視線の先には、何やら魔物らしき影が見える。村の近くで魔物の影を見つけ、悪さをする前にやっつけようと追ってきたのだ。少年はそっと影に忍び寄り、木の棒を振る。だが影は素早くその攻撃を避けると、どこかへ逃げてしまった。突然の攻撃に驚いた影は、近くにある塔の方へ逃げていったようだ。魔物を追わないと、少年は魔物を追って塔へと向かうことにする。島を守るために建てられたと伝わる精霊の塔。塔の古さが島の平和の長さを物語っている。少年は扉を開けて塔の内部へと足を踏み入れる。魔物の影はこの塔に逃げ込んだと思ったが、さらに奥を探してみよう。
石造りの壁がところどころ崩れ、暖かな陽光が塔の中へと降り注いでいる。魔物の気配は消えてしまったようだ。部屋を眺めた少年は奥に祭壇があることに気づく。祭壇の上で眠るのは、島に永遠の平和をもたらしたと伝わる始まりの巫女。巫女の傍らには一振りの剣が置かれていた。長きにわたり巫女に寄り添ってきたのか、剣は錆びついているが、かつて神明を落として巫女を守ったと伝わる青年のように威厳を放っている。そっと少女の顔を覗き込んだ少年は思わず見とれてしまう。その綺麗な寝顔は幸せな夢を見ているかのように儚げに微笑んでいた。これは物語、出来損ないの巫女が紡ぐ海と心をめぐる物語である。長い船旅でしたが、ここまでお疲れ様でした。いかがでしたか？ほう、それはよかった。失礼しました。それだけ嬉しかったということですよ。さて、あなたとの後悔もここで終わりかと思うと、名残惜しいですが、ボイスオブカードの世界でまたお会いしましょう。本当に、本当にありがとうございました。